はルーキー下村選手と椎葉選手をお迎えしています。お二人の入団からこれまでを VTR で振り返ります。去年12月、入団会見で真新しい縦縞のユニフォームに袖を通した下村選手たちがプロでの決意を語りました。まあ、いずれは阪神の19番は下村って言ってもらえるような選手を目指して頑張りたいと思ってます。まあ、袖を通してみて実感が湧いてきました。タイガースの絶対的守護神になれるよう頑張りたいと思っています。年明け早々の2日には下村選手が地元西宮の武庫川河川敷で自主トレを公開。下村選手、年末年始はどんな風に過ごされましたか？はい、親戚の家でおじいちゃんとかおばあちゃんとかとゆっくり過ごしました。英気を養ってということですね。そして新年の意気込みを漢字一文字で勝つです。勝つ、勝と書いていただきました。ことだらけなんですけど、やっぱり自分の生きる道っていうところをしっかり探して、やるべきことをやって、この勝ちっていう字を選んだんで、少しでもそれを手繰り寄せれるように一生懸命頑張りたいなと思います。そして古風荘へ入寮。下村選手は漫画ドラゴンボールを全巻持ち込んだとね、この番組でもお知らせしましたが、お好きなんですよね、下村選手。はい、大好きです。好きなキャラクターも、ね、はベジータです。教えていただいてました。これ読みながらね、ちょっとリラックスもしていただきながら練習に励んでもらいたいと思います。新しいですね、あれね。うん、あ、新しい巻なんですかね。いや、結構古いと思います。そして椎葉選手はグローブをタイガースカラーに新調。他の選手よりも一足早く入寮したということですが、プロの寮生活、椎葉選手いかがですか？はい、独立時代に比べてやっぱ環境がすごい良くなったので、生活しやすいなって感じてます。野球にひたすら打ち込む環境ということですね。はい、そして自主トレが始まっていますね。浜中さん、どうですか、ご覧になって。気になるところとか。ご覧になって、まあ、今の、ね、アップしてるだけなんて言ってもいい。ここからなんですけど。ないですけど、まあ、でも本当にこう元気よく、ね、こうやってるのかなって、まあ、順調に来てるのかなというふうに思いますけどもね。もう第3クールですもんね。そうですね。はい、今ね。それでブルペンで投球してますけども、シーバーとしては今。結構ブルペンに入るの早いかなっていう感じです。今結構順調に来てるんですか？そうですね、怪我なく順調に来てると思います。結構ね、順調に本当にストレートもね、いい球投げてるんで。下村投手はまだブルペンには今日初めて入りました。あ、入ったんですね。どうですか、あの初ブルペンの感触というか。はい、まあ、はい、すごいいろんな人に見られて、いい緊張感の中投げれました。まあ、でも本当こうね、あの椎葉投手といえば、はい、投球スタイルなんですけども、はい、どういった投球スタイルなんですか？自分はもうまっすぐでどんどんバッターに向かっていくスタイルだと思ってます。でも決め球はまっすぐっていう。はい、まっすぐで空振りを取りたいというところですね。はい、まっすぐで三振を取りたいと思ってます。でセリーグでもまたいいバッター多いですけど、はい、こう対戦してみたいバッターとかって誰かいますか？はい、そうですね、自分はずっと言ってて強打者はいっぱいいると思うんですけど、今年 DeNA に入った同じチームメイトの井上選手と甲子園で対決したいなって言ってます。あ、でもそういうところがね、場面が見れればいいですけどもね。で下村投手のこの投球スタイルというのはどういうところですか？自分もストレートには自信あるんですけど、やっぱりテンポの良さと、あと変化球とストレートのコンビネーションで抑えるっていう感じです。先ほど、ね、カットボールが得意だって言ってましたけど、カットボールには相当自信あるんですか？あります。はい、まっすぐもだって155キロ投げてカットボールもあってってなると、本当にこう、ね、投球の幅を使えるような投手になりそうなね。はい、でもね、今日あのリハーサルの時にちらっと下村選手がおっしゃってたんですけど、椎葉選手と2人並んで自己紹介するから、あの自分の持ち味のところで、はい、ストレートって言いたいところなんですけど違うボール言った方がいいからカットボールって言いますっておっしゃってたので。じゃあ下村投手は本当はストレートに自信あるっていうところ？もちろん自信はあるんですけど、でも一番の武器はカットボールです。はい、そのカットボールを ね見てみたいですけど、この下村投手といえば背番号19番、はい、藤浪晋太郎さんの後ですけども、はい、やっぱちょっとこう意識したり部分とかってやっぱあります？意識は
あまり正直しないんですけど、でも今日実際に初めて挨拶できて藤波さんに。あ、今日あったんですね。はい、でやっぱりこう大きいなっていう印象と、すごい優しく声をかけてもらったので嬉しかったです。あ、これですよね。記事が出てますね。まあ、でも本当、ね、自分でも言ってましたけども、その19番というのがこう下野投手の番組だって言われるような、ね、あの日々になればいいですけどもね、はい、うん、あのもうすぐの時みたいにね、うん、お立ち台に立っていただいて、ね、それも楽しみにしてます。本当これから楽しみですよね、お二人の。ね、ね、久保さんはどうですか、このお二人の活躍、これから。うん、いや、まだね、始まる前からそうやってプレッシャーかけたらダメだな。失礼しました。あ、これはもうついつい本当にだから失敗するぜ、早いこと見せないかんと思ってね、やりすぎてしまうというのはあるんでね。だから、まあ、あの慌てることなく早いこと上がってくるのは大事なことなんですが、あんまりプレッシャーかけたら、もうプレッシャー重たらいかん。ですね、こんだけ見られたら、まあ、キャッチボールしてる、ブルペン入りました、だカメラがいっぱいあって見てるからね。あ、それはついつい力入るけど、それをうまく調整もせないからね、うん、これ下村投手の今情報を見るとね、はい、足がむちゃくちゃ速いって書いてるんですけど、うん、どれぐらいのスピードを走るんですか。50メートル測ったりとか。測ったことはないんですけど、5秒9で走ってる選手と勝負したときは勝ちました。早いな。なかなかいないですよね、そういう選手ね。でも投手で足生かせる場所ってバネあるんですか。だからスピードボールが入れるというところですよね。そういうことなんですね、うん、まあ、でもちょっと見てみたいですよね、どれだけ速いのか ね、 そうですね、楽しみですね、はい、今週の2人を、ね、楽しみしたいなと思いますから、ね、はい、ではここでお二人のプロフィールを改めて確認していきます。こちらです。はい、ご紹介しましょう。ドラフト1位背番号19番の下村海斗投手、そしてドラフト2位背番号26番椎葉剛投手です。ともに右投げ右打ちということで、2002年のお二人とも3月生まれなんですよね。で下村投手が兵庫県の西宮市出身、椎葉投手は大阪府の堺市出身、そして下村投手なんですけれども、西宮の神戸中学校出身、そして福岡県の九州国際大学附属青山学院大学を経てタイガースに入団しました。一方の椎葉投手です、大阪府堺市にあります、三原台中学校から、こちらは長崎県の島原中央高校、そして社会人のミキハウスで3年間プレーしまして、そして昨シーズンは1年間独立リーグの四国アイランドリーグで徳島インディゴソックスでプレーし、タイガースに入団したということです。お二人ともストレート、まあ、自信あるというお話ありましたが、下村投手は最速155キロに、そして多彩な変化球、特にカットボールが武器ということで、椎葉投手は最速が159キロということで、本当に非常に力強いストレートが持ち味。で下村投手なんですが、大学時代には全日本大学野球で優勝と、そして椎葉投手は四国アイランドリーグプラスで年間優勝、総合優勝も達成されているという、このお二人ということになります。まあ、経歴見てみましても、本当に似てると言いますかね、高校がともに九州なんですよね。お二人この時にもしかしてこうお二人こう存在知ってたとかってあるんですか。どうでした。いや、知らなかったです。この時はさすがになかったんですね。あ、そうですか。まあ、ちなみに、下村投手、座右の銘推進力とありますが、これはこうどのあたりか来るものなんですかね。大学時代の投手コーチの方からもらった言葉で。ああ、そうなんですか、はい、それをずっと大切にしてやってます。推進力と言いますと具体的にこうどういう。やっぱりその体のキレとか、あんまりこうフォームについてはこういろいろ言われたりはしないんですけど、もう一つキーワードとして推進力っていうワードをもらって、それを自分で考えてこうやってみろっていうのを1年生の時から言われてて、でマウンドにこうコーチの人が来てくれる時とかに推進力っていう言葉をもらうと、なんかちょっとなんていうんですかね、気持ちが楽になるっていうか、もう一度思い出してやろうっていう風になれるんで、好きな言葉です。なるほど、プロでも大事にしたい言葉ですね、はい、そして椎葉投手は、ちょっとずつ猛進と、はい、この言葉はいかがですか。はい、何事に対しても全力で正面からぶつかるっていう意味でそれにしました。プロの世界でもこの言葉大事に。はい。ああ、そうですか。これも椎葉投手高校の時キャッチャーだったんですか。そうです、はい、キャッチャー。それはでも絶対お互い知らないですよね、そんなピッチャー同士じゃないですもんね。いつから投手だったんですか。と社会人に入ってから本格的にピッチャーに転向しました。それで159キロ、
すごいですよね。独立リーグ時代に球速が11キロですから、およそ一気に上がったということで、まだまだ本当に成長がもう楽しみな選手、プロフィールをご紹介しました。そしてルーキーのお二人は青柳選手とはお会いになったことはいかがですか、下村さん。自分は一度甲子園の方で挨拶だけさせてもらいました、はい。柴選手は、自分はまだないです。そうですか、はい。そんなお二人にですね、実はあの青柳選手からメッセージをもらっていますので、ご覧いただきましょう。ルーキーって本当に注目がまたと思うので、まあ、あんまり頑張りすぎず、やっぱ人に見られたらちょっと頑張っちゃうところがあるんで、自分のペースでやってもらえたらいいかなと思います。まあ、これから後輩たちも多分アドバイスを求めに来る機会も多いと思いますが、はい、青柳さん聞きに来たら。僕は誰でもウェルカムですけど、僕自身人見知りなので僕から行くことはあんまりないと思うので、ガツガツ下から来てください、はい。なるほど。ちなみに1位の下村投手はドラゴンボールの単行本を全巻寮に持ち込んでましたが、はい、青柳さんも。いや、僕はもう入寮の時から300冊以上持ってたんで、まあ、その辺まだまだだなっていうところは、はい、思いますね。はい、というメッセージをいただきましたが、まずは下村選手、はい、ご覧になっていかがですか。はい、いや、漫画好きなんで、漫画のことでお話できればいいなと思いますあの持ち込むさ、あの数はまだまだやなとおっしゃってましたけど、はい、いや全然叶わなかったです柴選手、ご覧になっていかがですか。はい、そうですね、自分も一軍新人一人行かせてもらいますけど、まあ、焦ることなく自分のペースでやっていけたらなと思います。これね、本当タイガースって本当にこうマスコミとか多いんで、はい、もうね、こうカメラ向けたりしたら飛ばしちゃうんで、そこだけは本当にね、はい、気をつけてもらいたいのお二人がね、まあ、と思いますけどもね。先輩方の力を借りながら頑張っていただきたいと思います。うん。